こんにちは。アフィリエーターとして10年以上ね、利益を上げ続けてきて、まあ億という金額まで個人で手にした私なんですけども、その中でね、こういった書籍の転売っていうのをちょっとねお話ししようかと思います。まあ10年以上使ってる方法で、これからも使うと思いますので、これ皆さんにもねいけると思うんですよ。ということで、今回のメンバーシップは書籍の転売で儲ける方法です。しかもね、新刊を買うんですよ。新品を買って読むのもいいし、まあ転売するのもいいし、その先もありますよっていう話をメンバーシップの情報倉庫に先ほどアップロードしました。で、書籍を買うのにものすごく金額高いんですかって言ったらね、今回ね、無料なんですよね。無料の本を手に入れて、まあ、送料はかかります。送料はちょっとね、1000円以下でもかかるんですけども、初期費用はそのぐらいかかります。ですので、1000円のリスクを負える方に限りますけども、送料、ね、何百円かを払って、書籍を新刊で手に入れます。それを読んで勉強するのもいいんですけども、そのまんま、転売するためにね、いろんなところに出品するのもいいと思います。そうするとですね、大体 Amazon で7000とか8000で売られてるんですよ。だから7000、8000で売れないにしても売れることはないと思いますけど、まあ2、3000円とかで売れるんじゃないかなと思います。そうすると、送料差し引いても利益はとりあえず出ます。で、次の段階の話も、これ、メンバーシップの方でね、情報倉庫でしてますので、今回、書籍の転売の、そのね、まあ裏側というか安定した利益の源泉、アフィリエーターの皆さんがされている方法ですけども、これをね、ちょっと知っておきたい方、使ってみたい方、ぜひね、メンバーシップの動画の方をご覧ください。メンバーシップは月間390円で入れます。そしてね、どの情報一つを取っても数千円から数万円儲かる方法を月に数回発信してますので、これで損することはありません。唯一損するとしたらやらないことなんですよ。でもね、自分ではこれできないな、向かないなと思っても、その情報を周りの人に教えてあげることによって、誰かを儲けさせることってできると思うんですよ。まあそういうふうに、儲かるんだけども、儲けさせる人みたいになっていくのも、一つの信頼関係を生み出す方法だと思いますので、別に最近ね、なんかネットワークビジネスで嫌な目にあったみたいな事件もあったみたいですけども、そういうのとは全く違って、リアルな書籍を買うわけですからね。とりあえず1ヶ月だけでもいいんで、390円を、まあ、私にね、信頼していただいて、メンバーシップ1ヶ月でもいいから、この右下の青いボタンをクリックしてですね、入っていただく。もしくは iPhone の場合ね、その青いボタンが出ないそうなんで、これはね、ちょっと独自の方法を試していただくか、一旦パソコンの方でやっていただくかしかないんですけども、ちょっとその辺でですね、手間をかけるかもしれませんけども、どなたでもメンバーシップにはなれますので、390円月間390円お支払いいただいて、1ヶ月だけでもいいですから、いろんな情報ね、過去のやつも全部見てみてください。ものすごい儲けの本流がね、そこに入ってますんで。はい。で、速稼塾はね、こういった小出しにする情報もあるんですけども、もう速稼塾に入ると、ドカンとね、しっかりと、がっつりと稼いでいくって、そんな道もありますし、速稼塾の専門コースで、今年から始まった FX オリガルヒね、夏から始まったコースですけども、こちらの方も力をめきめきつけて、利益をね、どんどん取っていくというふうな道が開けてますので、どうしてもね、収入が、これから不安だとかね、もう年齢いってしまって50とか60過ぎちゃったって方、まあそういう方の向けに作ってるコンテンツですので、ぜひ手に取っていただきたいと思います。それではメンバーシップでお会いしましょう。